ーズコレクションのミヤユ見ていきたいと思います。初めてのステージだからね、どんな感じやったかちょっとみんなでリアクションしていこう。うわー、始まりました。うー、これリープハイはやっぱね、モモダちゃんセンターで始まるんですね。うわーねえ、モモダちゃんのキラキラ具合やばいね。ラインもやっぱ綺麗やし、ね、やっぱさ、ももなちゃんってラインがめっちゃ綺麗なんよな。なんかセンターにおるから目立つっていうのもあんねんけど、ダンサーから見てめっちゃラインが綺麗から目立つみたいな感じある。うふう、みゆちゃんのこのクールビューティーね。お、ランチャー、ランチャー、かわいいかわいい、すごい。ももなちゃんの地声がもう聞こえてくるね。ちゃんと生ライブで歌ってますっていうのが伝わってくる。ねえ、けいこちゃんの目がめちゃめちゃいい。あやねちゃん、あやねちゃん良いですよ。かわいい、かわいい。はい、ね、はい。なんかやっぱさ、プラクティス動画で一応構成とかみんなのパート割りとか見たけど、かわいい。けどなんかやっぱさ、本番になるとキラキラの衣装着て照明着てるから全然違うね。うん、心ちゃん髪の毛黒い、真っ黒になっております。かわいい、りのんちゃんのこの目がいい、かわいい。けいこちゃんめっちゃかわいい、マジで。なんかライブ強い、もしかして。ねねね、なんかランさんがさ、センターに来るとランちゃんしか目が入ってこへんのよな。このキレの強さというか、ダンスのうまさが強すぎていい意味ね。あやねせんの声いいですね。声がめっちゃ、おー来た、スーパーランタイム。でやっぱね、ランさんみたいな人がね、チームに一人いるだけでね、こういうダンスブレイクの強さがひときわ目立つから、作品のクオリティが上がるんよな。すごいもん、強さが、フィジカルの強さが。綺麗やしなライン来ました、すずちゃん。あーあー、美しや。あああやねさんの歌声、あー綺麗、あー綺麗、あやねさん綺麗です。いやー、モモダちゃんええわ。モモダちゃんのこのさ、もう喉の奥まで見えるこの歌の歌い方、すごいです。あやねちゃんなんかいろんなとこ見てるね。観客とか見たり、うー、なんやろ、カメラとか見たり、なんかほんま歌い手さんの見せ方って感じせん。またアイドルさんとは違った感じ、かわいい。なんちゃんの目線外し大好きなんちゃん。すずちゃんの質感が全然違う。やっぱり一人ね、華やかというか美しいというか、しとやかなよな。うわー、かわいい。ね、ももなさんめちゃめちゃかわいいんですけど、ちょっと何何事、みんなリップハイいっぱい見たけど、やっぱね、照明に当たってキラキラ衣装で踊られてる皆さん、もう段違いでもひときわ良くなりますね。もう素晴らしいでございます。ちょっともう一回見ていっていい？ごめんこの始まりのさ、始まりのももなちゃんの笑顔がめちゃめちゃいい。次ね、この瞬間のももなちゃんのね、腕のラインがめっちゃ綺麗だよな、マジで。ちょっとほら見て、もうみんなが降りてる時に伸びてるんよね、この腕がね。あのプラクティスの時から大好きでございました、なっちゃんは。かわいい。なになにな、あやねちゃんもいいんだな。なんかあやねちゃん、そのプラクティス動画 とはまた違った、なんだろうね、アドリブ感というか、この空気を楽しみながら踊ってる感じ、かわいいなんか臨機応変タイプなのかなっていう感じがするね。なんかわかんないけど、なんなんだろう、かわいいな、目がいくな、あやねちゃん。来ました、みゆさん。みゆさんやっぱ全然その色味というかさ、温度感が違うよね。なんかもう特にももなちゃんと並べた時の温度感の、なんだろう、
冷たさというかさ、こう落ち着いてる感じが全然違うね。ランちゃんもうなんか本当にあのデビューまだしてませんかっていう、あのクロート感がすごいね。ステージ慣れしてる感じがすごい出る。ちゃんとカメラを見据えて、かわいいかわいいかわいい。何今カメラの目線外してからカメラ見た。ちょっとあざといですね。お客さん見てからカメラ見た。もしかしてモナちゃん、リップ、はいリップ、はい、見て見て観客を見てる、観客を見てるモモナからの、うちらを見るモモナ、かわいいかわいいよ。ケイコちゃん、あ、ここケイコちゃんか。ケイコちゃんの目がめちゃめちゃいい。この笑顔になった時のケイコちゃんのイメージ強いやん。けどね、こうね、眼球が強くなった時のね、この目がマジでいいね。え、ケイコちゃんかわいい、エレちゃんかわいいな。リノンちゃんの目がいい、本当に猫目、本当にかわいい。これリップハイさ、めちゃめちゃ飛び跳ねるやん、ジャンプするやん。あのめっちゃしんどいと思う、これを踊りながら歌うの。声一切荒れてないけどね、みんなすごいね。心ちゃん、心ちゃん、これ隠れちゃうのがね悲しいよね。あのメンバーの配置でちょっと後ろの方にいながら踊ってるから、心ちゃんが歌ってるのかなっていうのがカメラワークでうちらは分かるけど、現場だとなかなか分かりにくいメンバー配置ではあるよね。ここここここ大好き、チェンコチェンコ大好き、かわいい。しずくちゃん、ランさんが本当にもうセンター前通っちゃうとね、全ての視線を集めるね。この人はかわいいし、かわいいし、うまいしさ、何事なんマジで。天は二物を与えるよね。あ、やっぱ違うわ、動きが。ランちゃんの来ました、ここわかる？ねえねえねえ、ダンサー総脇、今ダンサー総脇ポイント。なんかダンスブレイクを踊ってます、今ダンスブレイクですっていうのがね、本当にスイッチでね見せてくれるんだよ、この瞬間。かっこいい、マジでかっこいい。なんかな、みんなうまいねんけど、一人やっぱそのランちゃんね、質感というかスイッチが変わりました。今はもうダンスで私たちは見せてますっていうのを言葉なしで伝えられる踊り方をしてるから、なんだろうね、作品の色味をガラッと変えてくれてるんよね。この強み来ました、ここのすずちゃん。すずちゃんもランちゃんと一緒で、こういう柔らかいさ、質感の時のスイッチをガラッと柔らかいイメージで変えてくれるスイッチャーよね。桃野さんは本当に人を笑顔にするよ、本当に。桃田さんのパフォーマンスは、ほらほら、エネさんやっぱいろんなところを見るんですよ、こういろんな方向に観客に向けて愛を飛ばして、ほらほらほら、こういうところね、いろんなところ見るんよね、見てくれる、ライブ感があるね、かわいい。ここココナちゃんの髪色もすごいね、急にギャルになったね。ランちゃんの目外し、かわいい。ほら見て、後半でこんなにジャンプさせるのめちゃめちゃしんどいから。すずちゃんめっちゃペコちゃんだね。ペコちゃん顔じゃない？いや、桃田さん、あ、桃田さん本当にいいです、皆さん本当によろしいでございますわ。次、エンミーね。エンミーはどんな感じに11人バージョンになったんでしょうか、それがちょっと楽しみです。お、リノンさんですよ、イントロリノンさんで始まりました。うわー、やっぱ11人いいね、人数多いから華やかすぎる、本当に広い場を埋めてくれてる。ここ、つーちゃんね、そーが好きなの私、めっちゃ。お、
前に歩いてくる感じ。なんかだいたいさ、グループって7人とか9人とか多くてね、でアイズワンとかが12人だったけど、女の子のこのやっぱ華奢くて力強さ男の人に出ないから、人数が増えれば増えるほどそれをみんなでカバーし合えるんよね。だからそれがね、見合いの強さになると思う、この人数が。おお、心さんセンター。すごい、あやねさんやっぱね、カメラに映った時の鋭さというか、目を引く感じがなんか人より強い気がする。かわいい、もうちゃんかわいい。ランさん来ました。おーおー、このパートランさんセンターですか。やっぱ分かってんね、分かってるわ。うわ、けいこちゃんいいな。けいこちゃんの強み、強さっていうのがなんか顕著だね、今回2曲とも。かわいい、すずちゃんのこれ大好き。あー、いいです、歌がいいです。歌強いからさ、見合い、どんな楽曲出てくるんだろうな、ここから楽しみで仕方ないです。見て、今のあやね線とか、あやね線、今のあやね線とかとかさ、あ、ちょっと待って、もう追いつかない、すずちゃんいいよ。みんなの良さが多すぎてこっちが追いつかないよ。来ました、来ました、来ました。ドドドドンドドドドンドドドドンドンドン。これセンター誰？やっぱランさん？ランさんじゃない？おー、綺麗に足上がるわ、みんな。ランさんですね。さすがでございます。もうダンスブレイクはランちゃんなんだね。すずちゃんめっちゃ可愛い。けいこちゃんいいな。けいこちゃんとあやねちゃんがすごいね、ライブに強い気がするんだけど、どう思うみんな。あーは、うわ、いい顔、いい顔してるわ。めちゃめちゃいいです、ニューミーアイ。まさかの始まりがりのんちゃんっていうね。やっぱあれかな、リープハインで1位がももなちゃんだったから、ももなちゃんバチバチセンターで、エンミーはその2番だったりのちゃんをセンターに持ってきてるのかな、いろいろそういうのがあるのかな。歌い出しつづさんですね。つづさん、つづさん、バンバンバン。やっぱなんかエンミー、もともとオリジナルのメンバーはなんか安心感があるね、見てると。すずちゃん、なっちゃん、すずちゃん大好きなのかもしれない。本当に好き、かわいい。心さん、すずちゃんのこの何なんだろうね。そう、強い人が結構多いから、見合いの皆さんね、強い、それももなさんとかランちゃんとか結構強く表現する人が多い中、すずちゃんが結構ね、何したって上品になるんよね。それがすごい色を変えてくれてるよな。あやねさんが本当にいいです。あやねさんが、あやねさんのね、何なんだろう、カメラに映った時のこの目線の引き方というか、空気感を楽しみながらアドリブで踊って歌ってるっていうのがね、歌い手さんの感じがするよね、めっちゃね。しずくちゃん華やかだな、ほらこういうところとか。あやねさんすごいよ、まだデビューしてないの本当ですかって感じ。かわいい、ももなちゃん、ももなちゃんの笑顔が本当にすごい。私たちを笑顔にしてくれる、マジで。来たよ、来たよ、ここ。いや、顔が良すぎる。ランさんの今からダンスブレイク戻りますっていう顔が良すぎる、マジで。このもうチャンネル変えてくれてる。あー、すごいわ。うわ、いい、良すぎる。もう全ダンサー総沸きですよ。今の顔の位置とかめちゃめちゃいいんだから、みんな見て。この瞬間、
た今ちょっと顎の位置が違うでしょ。こういうところにね、このダンスをめっちゃ頑張ってきましたっていうのがね、残るんだよ、乗るんだよこの顎ね。最高。ほんでけいこちゃんもいいんだよな。めちゃめちゃいい。けいこちゃんの目がいいわ。ギャップですね。可愛いし前髪ありめちゃめちゃ似合ってるよ。